はい、今回も三次方程式です。定数項が1なので整数解あり得るとしたらプラスマイナス1しかないですよね。で、まああらかじめ丁寧に候補を書き出しておきますと、定数項の約数はプラスマイナス1しかなくて、最高次係数、定数項1ですね、最高次係数3の約数が1と3と。だからそもそもこの方程式に有理数解あるとしたら4つしかないわけで、順番に代入していきますと、3次方程式ですから最初の1個は気合で x イコール1を代入すると 3-10 たす1でこれは0になってなくて、 x イコールマイナス1を代入するとマイナス 3-10 たす1でこれも0になってなくて、でそうするとあとプラスマイナス3分の1しかないですけど、x イコール3分の1を代入すると27分の3引く9分の10足す1これ値がよくわからないですけど、9分の1引く9分の10足す1で、あ、ここマイナス9分の9になりますから、あ、消えましたね、おめでとうございます。よって解の一つは x イコール3分の1と。で、これを一次方程式に直しておきますと x 引く3分の1イコール0ですが、さらに整数係数にしておきますと 3x1 イコール0であるから、あ、日本語続いてますよ、と方程式の左辺は x の3次多項式ですは 3x 引く1で割り切れる、これ因数定理ですね。で、割り算すると 3x3 乗引く 10x2 乗足す 0x 足す1割ることの 3x 引く1、1次の最高次係数が1になるかな。で、まず小 x2 乗で 3x3 乗引く、x2 乗引くとマイナス 9x2 乗足す 0x 足す1で、小が引く 9x かな、嘘3x 最高次に注目して、そうするとかけてマイナス 9x2 乗足す 3x でと引くとマイナス 3x 足す1になるから、最後小が引く1ですね。で、よってまあ上の計算より方程式は 3x 引く1イコール0または x2 乗引く 3x 引く1イコール0、だ かけて0だからどっちかが0であって、 x2 乗引く 3x 引く1イコール0を解いて、この解の公式でダイレクトに行くべきかなと、 x イコール2かける最高次係数で分子がマイナス b プラスマイナスb2 乗引く 4ac、ここマイナス1でこれいくらになる、2分の3プラスマイナス、9足す4か、だからルート13になって、あ、実数ですね。で、これ整数係数だったんですが、これ分数乗ってきて約分もできないし払うこともできないと。で、以上より求める解は x イコール3分の1と、2分の3プラスマイナスルート13と。で、まあ無理数ではありますが実数の範囲で全部求まっているということになります。どこまでいいのかな。そうすると、この時方程式はもちろん因数分解できて、から3x3 乗足す10、じゃあちょっと多項式の言葉で因数分解する書き方をしておきましょうか。3x3 乗引く 10x2 乗足す1イコール 3x 引く1かけることの、ここ最高次係数が1だから x 引く2分の3足すルート13
かけることの x-2/3√13 と。で、これをとこの後ろ2項の積を取るとなぜか係数が全部整数になっててくれるんですが、解そのものは分母が出てくる形になっていると。で、これで三次方程式の解が3つあるということがきちんと左辺の三次式が1次式3個の積に数分解された形で明らかになるということです。